ではピクセルクロス極上物語エディション続きをやっていきましょう。ちょっと設定とかをいじくるためにちょっとこっち先やらせていただきたいと思います。ですね、まあ、テストも兼ねてるのでちょっといろいろと設定いじくってみました。コラージュ進めてて、3つがとりあえず3つはもう次で終わるような手前にしております。で今これ4つ目差し掛かったところですね。なので先にちょっとコラージュ進めてからにしようかな。でコラージュ進めてても日付が変わるっぽくて、今秋の28日目で秋が終わりそうになってますね。でここはさ一番右端を残しちゃったんだけど、あとの2つは一番大きいであろう部分を残してあります。だこれもまあここら辺かな。でこれに関してはなんか競馬っぽい感じですよね、乗ってて。だからちょっと完成させちゃいましょう。まあ、完成はこちらでねやろうかなと思います。あ、なのか、まあ、結構暇さえあればやってたんですけど、まあ、目が疲れる途中で面白いんだけどね、疲れて途中でダウンしてしまうんですよね。だからちょっと今日も設定を今変えてみたんで、それでうまくいってればそのまま行くけど、ダメだったらまたちょっと考えないといけないです。キャプチャーボード結構思ったよりも高くて、多分これもまあまあそれなりにいい値段はしてたっぽい。1万円ぐらいかなと思ったけど、まあ2万円近くはしてたっぽいやつだったので、そう軽々と買い直しができるものじゃないので、ちょっとまだ粘りたいと思います。なんとかね、どっちかな、 HDMI ケーブルであってくれればまだそんなにダメージは少ないんですけど、あんまり普段使ってない方の出力かもしれないから、まあ、使ってなかったせいでっていうのも HDMI 2本差しなので。さあこれで完成したら色はつくんだろうけど、どういう感じになるかな。春の草競馬、あ、いいですね。全部で合計か1時間12分。あ、初めてコラージュクリアしましたよ。これはね、どうなんだろうな、なんだろうな、一番上が顔っぽく見えるんだけど、周りがこの丸、食卓を囲んでるような収穫祭、春夏秋冬なのかな、収穫祭っぽいような気もするし、これはなんとも、でもただこれは大きいの残してるからな、ちょっと時間かかりそうな気がしますけど、20×15 ぐらい、25×20 だった。あ、これ今までで一番大きいやつじゃない、もしかして。本当は端っこから攻めていきたいところ。あとね、こうやって見ると、あの今流れてる BGM が、今ちょっと音小さめにしてるから聞こえないんだけど、裏でやってる時にさ、何の音だっけなっていうのを聞いてた時に、あ、これで見れると思って。一番反応するのはやっぱりミネラルタウンの曲だったな。あんまり牧場物語ってやれてないんですけど、一番その中でもやったのがミネラルタウンだから、まあ再開のミネラルタウンは全然やれてないんですけどね。ミネラルタウンは、おお、ずれてるずれてる、そこそこ、なかなかいつも牧場物語で結婚まで行くことないんだけど、そこまで行った数少ない家だから、8、5、6、7、8、9、10、ね、
端っこから攻めていけるとこうやってやっていけるからいいんですが、下もだから同じように攻めていきたい。1312×1234×1234567891010、ここまでで7833321244222、はい、で33、まあこうやるのが一番負担なく1234567891楽にやれっかな。でちょっとずつ伸ばしていく。1234567123451234、なんとも1234で、これが5で、ここが2 1234567891011121、ここまで伸びるのかで、で止まる。1234567891010、あ、まあ12で423、あ、横が25か、縦が20ね、まあ、先に17を攻めていこう。5 10 15 16 17、ここまで。4はそうだね、端っこが4だった場合ここ通らないから、9、これで少しずつ同じ9、あ、114わかんない、4で、ここも9で、5はあれか、わかんないのか。で次はどこ行きますか。423が意外と埋まるかも。1234×1234×1234×1234、はい、ちょっとあれが消えるのがあれだね、遅くなってきたよね。でここが1234567891011、はい、処理が重くなって1234123412343で、これが3だからここまで×、ここも×で2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12、で9 1 2 3 4 5 6 7 8 9、あ、で1、1234567899×123456で、ここが届かない、いよね。で23、ここで間違えると修正かなりだるいことになりますね。1234567891011345、はい、ん、いいよね。12×1234123412で3で、ここも3、はい、次が4 1と3 1×1234、で、ここは1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7、で、これが6か。
はい、まあ、あ、7の可能性もあるからね。ここの54、1234×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 1
見てるからここまでいける。で2で4で3がだから入らなくて、ここも同じように4、ここも同じ、はい、で、あ、できたね。2、1、3、2、これは2でいいよね。これは9、なんかここも 7だね。そしたらね、でここが1、1、2、3、4、5、6、7、ここまでだ。あれだな、処理が遅いな。ボタン押してても反応しない時があるわ。でここが7だから、ここは1、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、まあ、これがいいのか。これが3でおしまいで、12か。12じゃない？数え切れてない？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、はい、すごいずれていく。あぶねえ。勝利用紙でなんか若干ね、動きが動いてなかったりする。1、2、3、4、5、6、7、8、でここが1、1、2、3、4、5、6、7、はい、4、ここも1、1、2、3、4、5、6、7、おお、1、2、3、4、5、6、7、8、9が終わった。
1234567891234 9312 3 9 3、1234567、もう10分12分経ってるの、これだけで時間経つの早いな。1234567、はい、次ここは分かんない。9999で2、ここから113の11で、ここも1の16、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、2、3、4、5、1、2、で、4、6は分かんない。1、2、3、4、5、で、2か。ここが5。ふう、あとここは、ここですね。わかんないか。うちの可能性もあるからダメで、1234、1234、1×1×12、削られてきてない。1、2、1、よし、まあ1なんだろう。 1なんですね。ああ、何が入る、あと442で111だから、ここの1が合ってるのか。 OK、 じゃあここも1、ここは4。このずれた時がな、きついな。はい、で今日はよく暴れるな。5かもしれないし、1かもしれないから何とも言えないんで、ここに、OK、じゃあ、やっぱかかるね。ようやく終わりが見えてきましたね。ふう、終わった。
びっくりマークが出てるね。どういう状況？あ、ニワトリ？あ、ニワトリ祭りなんだ。ニワトリか、全然分かんなかったな。あ、でもこっちの方は49分でちょっと少なめ。 60×40 だって、えぐ。あれ、あ、全部 60×45 になってるのか。よし、 20×15。 あ、優しい。でも他がちょっと飛び飛びだからね。結局そこなんだよな。ここの始めは埋まるんだけど、そっからがね、なかなか進まない。罰をしっかり埋めていかないと間違えるから。ああ、もうここに2があるんだ。あとは全部2か。そしたらここはもうない。ここら辺はまだ分かんないもんね。下にある可能性、あー、ないのか。で1、1、1、1。したら、あ、1と2があるね。1と2。でここも2だから入らなくて、ここは1。まだここは分かんないか、ほっといて。はい、で、ここが2になった。埋まった。4。はい、はい、OK。 こっからか。ずつ考えてやんなきゃいけないのは、まだ考えなくてもいいところを探していきたい。この長い1と2をさ、考えるのがすごくだるい。3もそう、あ、でも3はいいな。1、2、3、4。消去法で勝手に消えてってくれた方がすごく助かる。関与しないように、他のところから、他のところを見て決めていく。 OK。 これなんだろうね。あ、こっちが収穫祭か。トマさんいたんだ。45分。あ、みんな左上に掲示板あるもんね、広場の。冬になった。ああ、そっか、畑が終わっちゃうのか、冬だと。鉱石ないもんな。じゃあ、ここ、ま、コラージュはここまでなので、あともうちょっとこっち進めていきましょうか。3枚目に来たところだ。こっちまだまだあるんだ。
まだ3ページ目だもんね、これな。ただ、15×10 だから、そこまで。ああ、9か。逆だったらよかったけど。ああ、でも、そうか、そう。そう、やってて気づいたんだけど、景色じゃない、季節によって、この後ろの色変わるんだよね。冬っぽい感じ。そう、秋になった時にさ、変わってさ、あ、冬っぽくなるんだなって。冬っぽくじゃねえ。秋っぽくなるんだな。やってるとさ、本当に牧場物語やりたくなるんだよね。手元に結構あるんですよ。でも何から 手を出せばいいか。いや、結局全部中途半端に進めちゃってるから、なんか今更さ、初めからやるっていうのもさ、なんか違うかな。違うかなっていうか、前やってたセーブデータもったいないなって思っちゃうんだよね。それがもうなんか、もう結構やり尽くしてるんだったら、また初めからやってもいいかなと思うんだけど、なんか1年目とか2年目ぐらいだからやってても。だったらそれをそのまま続けてっても、まだまだやれることがたくさんあります。25とかはだるい、さすがにだるいよね。でも大体さえ対象になってきてれば、まあ間違ってねえんだなっていうのは分かりやすいかな。見たくないな。あ、でも、まあ、ここら辺から見れるからね。よし、これは何？貝かなと思ったけど、ペットのおやつ。まあ、ルーフクトリーばっかりやってるから。あ、そういえばちょっと全然プレビュー画面見てないからあれだけど、今のところどうかな。大丈夫、画面ちらついてないですかね。ずっとモニターというかテレビをずっと見てやってるから全然今気にしなかった。3、1、2、3、4。なんか音聞きたくなっちゃうんだよな。3つの砂糖の大事な仲間、大切な仲間でしょ。ここら辺もね、多分1年目か2年目ぐらいなんで。
さんか。よし。なんか物によるんだけどさ、魚の骨みたいな感じだったな。15×15 ぐらいだったらさ、3分ぐらいで終わる。まあ特にあのこれだったら絵だからまたちょっと違うんだろうけど、さっきのコラージュはさ、やっぱり一つで大きな絵を表してるから、一つ一つにそんなにね物が隠れてるわけではないから、ただでさえ早く終わるんでね、まあ、そうすると止まんないよね、眠くなるまでずっとやってる。やっぱ魚の骨なのでは、ゴミって扱いになるのかな。魚の骨、オッケー。あ、やっぱ釣りだね。釣りカテゴリーがよく出てきたけど、釣り場がない。いや、端っこから見ていきたいんだけどな、そんなに。ああ、3がこんなところにあるのか。じゃあこうだね。はい。で、これが1。1、2、3、4、5。何？天ぷら？人参だった。作物いっぱいあるな。まあ牧場物語だもんな。作物、双子の村もさ、確か DS 版を新品で買ったんだよな、確かな。あれ？ 3DS だったっけ？双子の
だって DS が出てて 3DS 出たんだっけ、忘れちゃったな。1111も多分埋まる。再開のニューアルタウンは多分1年も多分進んでないんじゃないかな。そうだよね、途中で止まっちゃうから動画化しようと思ってたんだよね。いつもわかんなくやらなくなっちゃうと分かんなくなっちゃうからさ。いやー、やりたいゲームは山ほどあるけど全然やれてないよね。てか本当にそのゲームをやる気力がなくなってしまったのが一番の問題なんだよな。今日もさ休みだったんだけどさ、今動き始めて夜9時だからね。結局ほとんど一日を寝て過ごしちゃうから休みの日は。1,2,3,4,5,6,7。 あ、いいんだよね。あ、そうそう、これだからさ、7だからさ、これ7埋まったから消えるかと思いきや周りが埋まんないと決まんないんだよね。あのね、そこでちょっといつも一瞬んってなっちゃう。で、1なんかゲーム気合い入れてゲームやるぞっていう気持ちを作んないとさやれないんだよね。ご飯食べて何かするにも一回一回休憩を入れないと動けなくなってしまったんだよな。朝起きて、まあ動き出しがすごく遅いんですけど、じゃあ洗濯やるかご飯食べるかっていう間の一個一個にさ休憩が挟まれるんですよね。なんか洗濯する前にご飯を食べて、でご飯食べ終わったらそれで疲れちゃって休憩して一段落してから洗濯物やって、でそこで買い物とか一回済ませるんですね。で帰ってきてまた休憩して、そしたら今度ご飯食べるものがないからっつって今度ご飯炊いて、でご飯待ってる間何もできないから寝てとかってやってると夜9時10時とかになってる。そっからようやく動き出せみたいな。1,2,3,4。いや悲しい、全然すまない。意外とこれも埋まるところがない。なんか気持ちはね、今日はじゃあ一日ゲームやってやんぞみたいなさ、10時間やるぞっていう気持ちで朝を、前日とかは思うんですけど、起きるとあだるとかさ、ダメだ寝ようっつって。仕事終わってからもそうだよね。明日休みだからじゃあ今日はゆっくりゲームやるかな、できないんだよね。前なんか多分言ったと思うけど、
一番ゲームはかどんのって仕事前なんで、仕事前日かが一番はかどんだよね。仕事行きたくねえよっつって、だから現実逃避になっちゃってるから、だから気が進まないんだよね。現実から逃れるためにやるものになっちゃったから。だから休みの日はゆっくりできる自由の日だから、やらないっていう気分になっちゃう。まあそうすると寝ちゃうんだけどね。じゃあいっかってだらける。で今日は寝に寝たので、ようやく元気いっぱい。でもこれで一回休憩挟んじゃうと、まあ、この後ちょっとご飯食べてお風呂入ってってやると多分ああって寝ちゃうんだよね。もうちょっと動画撮りたいなと思いながらも多分寝る。どんだけ寝るねんって感じだけど。あとは、はい、なんかパッと見て分かんなくなってきたな。何、枝、ああ枝ね、はいはいはい。あ、枝が落ちてる。ゴミが増えてるだけなんだよな。まあ貴重な資材ではありますけども。 15×15 43分。もうなんかここ全部埋まるかな。 15×15 これちょっとどれぐらい時間かかるか。あ、でもまあまあ、いやそんなことね、結構あるわ。急に広く感じる。結構埋まってるかと思いきや、飛び飛びだからあんまり。下だけ埋まって終わってしまった。あ、でも、でも、でも、ほい、あ、こんだけでしたね。1×1×2×3×1×3×4×5、はい、これでここら辺が 全部埋まるないっていうのは悲しいな。1、2、3、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 
るし、これで4と3が分かったから、3、222、はいね、さっき端っこでカチカチ今度落としてるのが気になるな。音バグってる？大丈夫かな？大丈夫そうかな。でどこ行きますね？
オッケー、結構時間かかった。人の顔か。シオン、わかんねえな。ワンダフライフ、ワンダフライフは誰だわからん。中国居住横長。ああ、そろそろ終わりかな。じゃあこれで終わりにしようか。あっという間に50分。まあ1時間いかないぐらいで。13だが足りない。あ、フィールド部か。いつもなんか聞いたことあるなって思うと、大体フィールド部。あとなんだろう、やっぱミネラルタウンのなんだっけな、恋愛イベントかなんかの曲がおっていつも手が止まる。恋愛、うん、イベントにかかる曲か。音ちょっとあんまり出してないから、あんまり聞こえてくる、耳に入ってこないからさ、反応しきれないところも多いから、うん、13発1ね。手調子こいてやってると今みたいに見せるね。まあ、気づいたから優勝しましょう。よし、終わってなかった。おい、誰だよ。一個余分に入ってたね。あ、これは芋だ。さつまいも。ミネラルタウンの仲間たちは多分さつまいも農家だった気がするよ、俺は。よし、じゃあ50分やったんでこれで終わりしましょう。どうかな、ちょっとモニター見れてなかった、モニターっていうかプレビュー画面を見れてなかったから、ちょっとまあ画質を要は落としたんだよね。で、まだいけるんだったらなんとかこれでやっていきたいと思います。ではお疲れ様です。